イェファダ・バコンイェファダ・バコンはイスラエルの画家、チェコのオストラバで生まれる。アウシュビッツ強制収容所の生存者の一人で、当時のスケッチがホロコーストを指揮したアドルフ・アイヒマンに対する訴訟の際に認知された。イェファダ・バコンは伝統的なユダヤ人家庭の一人息子として生まれた。1942年秋、13歳でオストラバから、 ユダヤ人ゲットがあるテレージエンシュタットへの家族と共に移送される。テレージエンシュタットのゲットでは子供向けオペラ、ブルンジバールを演じるなどの一時を過ごしたが、1943年12月にはアウシュビッツビルケナウ強制収容所へ送致された。そこでは、赤十字の検査を欺くために設けられた家族収容所で6ヶ月を過ごしたものの、1 9 4四年六月には、 バコンは父親がガス室で殺されたことを母と姉ハンネはシュトットホーフ強制収容所に送置されたことを知った。そして解放の2、3週前に彼女たちも他界した。1945年1月18日にバコンは3日に及ぶ死の更新を強いられマウトハウゼン強制収容所のサブキャンプであるグンスキルヒエンへ連れて行かれた。三月にも森の中で 死の行進を強いられた。後に彼が報告したように食物、水、衣類がなく1945年5月5日に米陸軍によって解放されたもののドイツ親衛隊の手先はキャンプを去る前に残飯に毒を入れた。多くの収容者は痩せ細った体では救援食料を満足に吸収することができずに死んでしまった。アメリカ兵がオーストリアの街 シュタイアーにあるカトリック修道所が運営する病院に、バコンは連れて行かれ、そこで体力を回復した後プラハに戻り、シュテリンの臨時性少年保護施設で暮らし始める。そこは、チェコの教育者プリミセルピッターによって設立されており、ハンス・グンター・アドラーたちに支えられ、生きていく方向性を見出した。解放後、バコンは過酷な収容所を乗り切った経験を整理して、伝えるため、 美術で身を立てる決意をし、生存者として語り、現在と将来の世代に伝える責任を感じていた。1946年にユダヤ機関の援助でパレスチナに入国し、エルサレムでは名門のベツアルエル美術デザイン学院で学び、パリとロンドンに留学した後、1959年にエルサレム美術学校のグラフィックと素描の教授に招聘された。 日本語文献読語文献、ありがとうございます。